Thank you.
Thank you.
Thank you.
コントラバスに親切があったらね、たーんたちょっとほんのわずか十分音符が明瞭に聞こえると、彼はそれを聞いてどんどんと入るんです。聞いた後は入るんですよ。不思議なこと書いてあるティーティーたらららんとこう入るので、ちょっとバスの方とこう目を見合わせぐらいにしてティーティージュールボンボンね、どんなに小さく動いてもバツンと聞こえますね。聞けば大丈夫です。いや、それは丁寧すぎてね、聞くと入ってしまいますから。ダーン、ディディディン、長さを待つことはないんです。ただ、あ、ジュールボンボンが出たなっていうのが分かれば、ドロロロンと、あの車なんですよ。ドロロンって言ってた、あの棺桶積んだ車がボロボロと回って、私が死んでもね、こんな立派な創造ご神器はとてもやってもらえない。だいたいどこでも7番の200章を頼んだよね。これはもうナポレオンかなんかじゃなくて、よっぽど偉い人のことです。